でも昔はいつも使っていたのですよ。あれは久しぶりに使ったから。それは無理です。確かにプレゼントをしようとして出すこともあるのですが、自分の意思以外など関係なくプレゼントが現れることの方が多いのですよ。あの侵入者さんの時のように。あまりに心に深い傷がある人を前にすると、意思なんか関係なくプレゼントが出てしまうのです。あまりに心が深く傷ついている方の前では。無理ですよ。だってこの島にはそれ以上の悲しい過去を持った方がいるのですもの。その人はそのことにすら気がついていないけど、その悲しみは私には計り知れません。それも無理です。だって私はその人のそばにいたいのですから。風が気持ちいいですね。そうだ、絵本でもお読みいたしましょうか。いいじゃないですか、絵本をお読みしますよ。絵本の文章ぐらいでしたら頭の中に入ってますよ。あるじゃないですか、ほら。はい、空に浮かぶ雲はいろいろな絵を見せてくれますよ。はい。太陽とクリスマス。いいじゃないですか。遠い遠い昔の話です。私たちの世界がまだ元気だった頃の話です。冬の真ん中の日、その日は冬の最も寒い、太陽が最も世界から遠くなる日と言われてました。その日は一年のうちで最も寒く、人々はその日を太陽が死んでしまう日と名付けました。この太陽が死んでしまう日が人々はとても嫌いでした。だって寒さとひもじさが最も強く感じられる日なのですから。どんな優しい心の人も、どんなに穏やかな心の人でも、この日が近づくとみんな寂しい気持ちになります。だからこの日になるとみんなの気持ちが悲しくなります。世界がとてもとても悲しい気分になってしまいます。太陽が死んでしまう日、その日が近づきました。
その時、一人の子供がお母さんに尋ねました。どうしてみんな元気がないのかな？この子供のお母さんは答えます。太陽が死んでしまうということ。寒さとひもじさで人々が悲しい思いをしていること。少年は答えます。でも、太陽さんはいつでもお空に帰ってくるじゃないですか。今日は太陽さんが死んでしまう日ではなく、太陽さんが生まれ変わる日じゃないのかな。だったらこの日を悲しむことはないんじゃないかな。世界が最も悲しくなる日、太陽が死んでしまう日、世界から最も愛が遠のくその日、冬の最も寒い日、12月25日。その日、奇跡が起こりました。一人の子供が生まれたのです。その子は世界から愛が途絶える日に生まれたにもかかわらず、一切の愛を知らないにもかかわらず、すべての愛を知っていました。一切のものに恵まれなかったにもかかわらず、一切のものを持っていました。人々はその子を奇跡の子と名付けました。冬至にあたるこの日、古代では太陽の再生の日として祀られていたこの日、そして奇跡が生まれた日、人々はこの日をクリスマスと呼びました。でもこのお話には悲しい二つのおまけがあるのです。一つはもうクリスマスがなくなってしまったことです。それはですね、サンタさんがいなくなってしまったことです。赤い服を着て、大きな袋を持って、大きなおひげのおじいさんがトナカイの引くそりに乗ってやってきます。そのおじいさんの名前をサンタさんと言います。サンタさんのそりは空をかけ、世界中の家々を回るのです。サンタさんはクリスマスの前夜、クリスマスイブに子供たちにプレゼントをあげるんです。サンタさんは煙突からそっと入り、子供の枕元へプレゼントを置いていくんです。大きな袋に詰まっているのは、世界中の子供たちに配るプレゼントなのです。サンタさんは子供たちにプレゼントという形で夢と希望を配ってるんです。サンタさんは世界中を回っているので、どんな民族のどんな時代の子供ともお話ができます。はい、サンタさんはどんな言葉でも喋れます。どんな心とも通じることができますから。それはプレゼントとは祝福の品だからですよ。お祝いしたという気持ちがプレゼントだからです。神様にとっては、人間が考えるような良いことや悪いことなんてあまり関係ないのです。だから、良い子も悪い子も神様には等しく祝福されるものなのです。だから、サンタさんは全てを祝福するためにプレゼントするのです。そうですね。でも、神様はその悪いことすらこの地上に作ったのですから、悪いこともまた神の祝福を得てここにあるのでしょうね。そうですね。
私も実際にはよくわかりません。でも、もし神様が世界をお作りになったのなら、なぜ幸いだけでなく不幸もお作りになったのでしょうか。でも、もしかしたらその二つは最も近いところにあるのかもしれません。あの少年が言ったように、太陽が死んでしまう人は太陽が生まれる人と同じなのですから。はい、クリスマスというのは奇跡が生まれた日なのですよ。そんなことありませんよ。また奇跡の日はいつか訪れますよ。そうですね、本当にそうなれば。あ、はい、わかりました。外でお茶をするのは気持ちいいですね。はい、また来ましょう。はい、頑張ります。なぜでしょうね。今となっては分かりません。ただ自分には人を癒せる力があって、そしてそこに自分を必要としていた人がいたから、その程度の記憶しかありません。私は争いが嫌いです。ただそれだけです。それはバカバカしいことかもしれません。でも私にはその感情が正しいか正しくないかなど分かりません。ただ人が傷つくのが耐えられないのです。本当にただそれだけなのです。そうですね、だからあまり考えていなかったとしか言えなかったのですね。あまり自分が死ぬなんて考えていなかったのかもしれませんね。人間っていくら想像しても自分の死が想像できないような気がします。痛みはいくらでも想像できるのに不思議ですね。痛みは多分その先では死ぬこととつながっているような気はしているのですが、でも痛みをいくら重ねたところで死そのものにはならないのです。だから痛みを知ることができても死を知ることができないのです。はい、できますよ。でもそれが過剰なのですよ。ほら、よくあるじゃないですか。人が爪とか危なっかしく切っているとこっちが痛くなるやつです。本人はそれほど痛くなくても、見てる方はとても痛くて見てられない。私もそれと同じなのです。自分の痛みよりも他人の痛みの方が耐えられないのです。他人の痛みを見ているぐらいなら、
自分が痛い目に遭った方が楽という感じで。はい、それは自覚してます。だから私はこれはこのおかしな能力の一環だと思っているのですよ。はい、多分神様がこのおかしな能力と一緒に与えたもので、私はもう能力も含めて病気みたいなものだと思っています。はい、実際これは比喩じゃないのですよ。人の痛みがそのまま自分の中に入ってくるような錯覚に陥ることすらあります。その痛みを感じた時にそれがそのままプレゼントの形になったりするのです。そうですね、心の痛みが多い人には特に反応してしまうようです。私が何も考えずともその人が必要とするものが現れてしまうのです。あの暗殺者さんのように、あの人に捕まれた時、あの人の悲しい思いが私の中に入ってきました。それはとても辛く悲しい思いでした。はい、それが高弘さんにご迷惑がかかることも分かっていました。でもごめんなさい。あの人の心の悲しみはとても深く、そしてとても冷たいものでした。あの方の心の痛みは私には想像ができかねました。私のように日常をのほほんと生きている人間には決して想像がつかないような心の痛みでした。おはようございます、高弘さん。どちらに行かれるのですか？いえいえ、そうとは知らず声をかけてしまってすみません。